今日は先達に聞くという、まあ人生の大先輩の宮本志春さんと江本義信さんに語っていただこうと思っています。それで趣旨はですね、宮本志春さん、江本義信さんは、まあここにいるわ、私とか岡村さん以外にもう本当にいろんな人に、特に例えば宮本志春さん、日本観光文化研究所っていうのがありました。そこに出入りしていた、多くの若者たち、そして江本義信さんは、チェーセン会議に関わった者には、薫陶を受けたも、あるいは影響を受けた後輩たちがたくさんいると思います。で、その二人に若い時に両親を含めて、誰に影響、あるいは薫陶を受けたのか、どんな本を読んで影響を受けたのか、どのような出会い、事件で目覚めたのか、このような成長に影響を与えたもの、子供の頃から青年期の印象的な体験を語っていきたいと思ったんですが、二人とも語ることが多分多いと思うので、2時間という限定された時間内で収めるために、やっぱり焦点を絞ろうと思って、どんな人に影響を受けたかということを中心に語っていきたい、いただけたらと思います。それからもう一つは、私たち講師に対して、どのような思いで導いてきたのか。漢文研、あるいは知性会議は何を目指していたかに関わりますが、どのような人間になってほしかったのか。講師を導くにあたって気をつけたことは何なのか。で、私たち、また私と岡村さんは団塊の世代ですけども、まあその周辺、もっと若い世代に対して期待していること、苦言を呈したいことなどを存分に語っていきたい、いただきたいと思います。じゃあ、プロフィールなど含めて、司会の、岡村隆史さんに、お渡ししたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、司会の岡村です。皆さんこんばんは。と言いましても、こっちから皆さんのお顔が見えないんで、私もちょっとこういうのあまり慣れていないもんですから、変な感じなんですが、どうかよろしくお願いいたします。私、司会と言いましてもですね、今日はお二人の対談ですので、話がバンバン弾むようであれば、もう司会の出番はなくてもいいかなと思っておりますし、そう願っております。で、ただ、最初にですね、今日お話しくださるお二人が、どういう方であるか、初めての方に、まあ、その概要だけはしっかり、お伝えしなければいけないと思いますので、まずお二人のプロフィールをですね、これ、まあ、あくまでも私の視点からですけれども、改めてご紹介させていただきます。まず、宮本千春さんですが、宮本さんは、有名な民族学者、宮本常一先生のご長男ですけれども、まあ、ご自身は東京都立大学で、山岳部に所属しておられまして、卒業後は、まあ、全国の有志の仲間たちと一緒にですね、南極大陸最高峰のギンソンマシフという山の世界初登頂を目指していたという人でもあります。その計画は結局アメリカ隊に先を越されまして挫折しましたけれども、そこからの流れで、東海大学の北極学術調査隊の隊長を務められたという経験もおありです。一方、その間には、宮本常一先生が所長を務められた、日本観光文化研究所というところで、その運営に携わって、月刊の「歩く、見る、聞く」という雑誌、こういう雑誌なんですけれども、こういう雑誌を編集しながらですね、宮本常一先生を慕って集まってくる在野の若手民族学者とか、千春さんたちのもとに集まってくる登山や探検や冒険の旅を志願する、まあ、若者たちですね。当時の関野義晴や私なんかもそうでしたけれども、その面倒を見てくださっておりました。その日本観光文化研究所が解散した後は、向後元彦さん、この向後さんという人は東京農業大学の探検部を作った人ですが、南極の登山計画でも、それから日本観光文化研究所でも宮本さんと一緒だった人です。で、この向後さんが作った砂漠に緑をというところで、向後さんと一緒にアラビア半島とか、ミャンマー、ベトナム、それから南米もありましたかね、世界各地で、マングローブの、
植林活動を始められて、今82歳だそうですが、その現在でもですね、まあ、現地の人も驚くぐらいに元気に植林活動を続けておられると、そういう方です。で、もう一方の江本さんですけれども、江本義信さんは、東京外国語大学のロシア語学科の卒業ですが、同じように山岳部の出身でして、卒業後は読売新聞社に入り、外報部の記者として、活躍をしてきた人です。記者時代には田部井淳子さんが女性で初登頂した、1975年のエベレストをはじめとする登山隊に同行、何回も同行取材をしまして、1983年にはですね、上村直美さんと日大山岳部が同時に目指した北極点到達、これを取材しまして、まさに78年、76年でしたか、78年ですか。北極点からですね、北極点のそのものから、日大山岳部の日本人としての極点初到達を報道した記者としても知られています。またチベットを多く取材してまして、記者としてはちょっと型破りなんですが、黄河源流の学術調査であるとか、モンゴルでジンギスカンですねの墓を探すというような探査隊の企画を立ち上げて、タイの組織にも関わって、それを自らその取材して報道をするという大掛かりなこともやってこられました。その記者時代に宮本さんや、さっき出ました甲吾さんたち、仲間と共に立ち上げた地平線会というのはもう40年以上の歴史を刻んでおります。で、毎月ですね、登山や探検や冒険や旅、あるいはボランティア活動の最前線の現場に立っている人を呼んできて行われる地平線報告会というのがありますけれども、これももう400回を超えています。で、まあ、こういったことを中心になってやってきたのが江本さんです。で、江本さんは、読売新聞退社後はですね、一方で日本山岳会の活動もありますけれども、主にこの地平線会議の運営に専念しておられて、毎月発行している機関紙の地平線通信というのがありまして、まあ、こういうものなんですけれども、この編集を一手に引き受けて、まあ、若い仲間を集めながら印刷や発行、発送ですね、そういった実務までを今現在もやっておられます。そういう方です。で、私はといえば、まあ、実は学生時代から宮本さんの日本観光文化研究所に出入りをさせてもらっておりまして、まあ、アルバイトもさせてもらった上に、まあ、千春さんのご厚意でですね、スリランカの密林遺跡探検の最初の2冊の報告書も、ここから、その漢文献からこういうものですけれども、出させていただいたと。で、これは同世代の関野義晴もそうなんですが、雑誌の歩く見る聞くという、まあ、月刊誌がありました。こういった雑誌なんですけれども、この編集をやりながらですね、まあ、どう言えばいいのか、まあ、私たちはそういう雑誌に書かせてもらったり、いろんなお話を聞いた、伺ったり、探検活動に対するサジェスチョンをもらったりしてですね、大変お世話になったという、そういう経緯があります。特にその、雑誌に書かせてもらう上での文章指導とか、まあ、考え方の指導というのは、例えば、まあ、私にとってはですね、自分の探検を続けていく上での本当にその基礎の部分と、それから後々編集者という仕事に就く、まあ、最初の職業訓練みたいなことをここで受けさせてもらったと、そういう経緯がありまして、まあ、この漢文献というのは今の 私の今のような人生が最初に作られた、まあ、ある種運命的な場であったというふうに、まあ、思っているところなんですね。で、また
地平線会議の方ですが、これが始まってからは、まだ記者時代の江本さんに、自分の活動をその紙面で紹介してもらったり、でそういったことでが励みになったりですね、それから地平線の報告会で、何回も話をさせてもらって、先輩方とか同年配の仲間あるいは後輩たちと交わることができまして、まあ、勉強にもなりましたし、報告の仕方を考えたり、まあ、自分の立ち位置というのを確かめたりできるありがたい場になっています。それとこの地平線報告会で自分の活動を報告する人というのは、まあ、すでに実力を持っているあるいは名前のあるそういう人も多いんですけれども、一方ではこの報告会でデビューをして、その後、まあ、今現在もその活躍をしている冒険家や探検家という人たちも非常に多いんですね。でいわば、まあ、この宮本さん、江本さんの下には、関野義晴や私のようにこう育ててもらった、影響を受けた後輩たちというのがゴロゴロおりまして、今現在もその影響を受けて育っていく若い人たちも大勢いると、まあ、そういう存在のお二人です。ちょっと紹介長くなりましたけれども、それではここからがお二人の対談です。まず最初にですね、話し合っていただきたいのは、お二人にとって、今のような人生の在り方の始まりといいますか、今のような価値観を持って生き始めたきっかけといいますかね、そうなった転機とは何だったのか、そこにどんな人がいて、どんな影響を受けて、どんな場があったのか、まあ、その辺から話していただければと思っておりますが、まず宮本さんいかがでしょうか。なんだか重はゆい紹介を受けちゃったら逆になくなりそうですよ。だけどまあ年の順ということで江本に先んじて私がいや喋り始めさせてもらいます。すいません。そうですね。関野君にこういう注文をつけられて考えてみると、やっぱり今につながってる一番のベースっていうのは、結構早い時期に子供の頃に馴染んだっていうか、もう向きを決められたような気が結構してるんですね。私は小学校1年の時に戦災を避けるために田舎へ、父の故郷であった周防大島へ疎開するわけですけれども、で町から帰ってきた子供で、祖母のもとにで暮らしている、まあ、いわばかなり孤独な立場ですね。だけど一軒離れた隣の鉄工所、高木っていう鉄工所の息子さんで、秀ちゃんと僕らが呼んでた高木秀夫さんっていう年上の少年が優しい人で、かつその人がとても自然をよく知ってて、田舎の里山、里海の自然をとてもよく知ってて、で、何かにつけて連れ出して、教えてくれた。要するに一緒に歩いてはちょこちょこ教えたり指導してくれた。その経験が、とてもありがたくて、要するに私の自然に対する入門の手ほどきを、は、その時の体験だなという気がしてるんです。まあ、すぐ裏、家の裏は波の打ち寄せる海でしたし、すぐ山、家の山側は、お宮の鬱蒼たる、照葉樹林の森があって、そのどちらも、密かな遊び場になり、で寂しい時は海のそばの石垣に木の枝、こっそり切ってきた木の枝を突っ込んで、鎌で駒を削り出して、自作の駒を作ったりなんかするというようなこともできた。まあ、その経験が大きかったですね。そこから、もう一つ田舎の子供時代に私にとって大事だったのは、祖母が、まあ、わずかな三段百姓ですけども、
山のみかん畑と、それから谷筋の田んぼの小さな面積の田んぼと、畑と、それから奥の新田の林とをケアしながら暮らしていたわけですけれども、その手伝いに、よく山に連れて行かれた。で、何かちょっとした手伝いをすると、すごく助かった、助かったと言って褒めてもらって、でそうしながら、鎌の使い方、クワの使い方、それから刃物の研ぎ方、荷物の背負い方、薪の作り方、そういったことを知らない間に、作業を身につけさせられたっていうか、訓練を受けてた。小学校の低学年から、高学年までの間が主だった気がしますけど、その2つの経験がとっても大きかった気がします。で、さっきも江本君に聞いたんですけど、戦争の時の経験がいろいろ大きかったようですが、私の場合は、米軍機がやってきて機銃掃射をしたりなんかするのに、いわば立ち会った経験はありますが、それから、山で、ものの、紙の原料のために桑の皮を剥いて凝縮するなんていうことを小学生もやらされてまして、そういう経験もあるし、それから燃料のための昇降油っていう松の根っこを掘り出して凝縮するなんていうこともやらされたこと、あるいは宮の森に掘り込んだ防空壕の中に逃げ込んで、なんていう経験もありますけども、それはあんまり印象に残ってなくて、やっぱり田舎の野山で遊んだ経験がとても大きいと思います。エモントの場合はどうだったのか。確か昔横浜で、ご実家のなんか葬式の時だったと思います。行った時、ここから海に泳ぎに行ったんだという話を聞いたことはありますが、エモントも結構遊ぶとこあったのかな。そうだね。さっきもちょっと言ったんですけれども、千春さんと3年の差っていうのは、幼少時代としては大きいんですよね。ただ、やっぱりロケーションとして横浜っていうのは、まさにこう、戦争、僕はかろうじて身を寄せて避けたけど、めちゃめちゃやられたところです。で、防空壕を逃げ込むのはしょっちゅうで、だから、いろんなことを振り返ってみても、やっぱり米軍っていうことが私にはずっとついて回って子供時代。千春さんと違って、なんと、戦争に負けた途端に、横浜中、接収っていうんですね。ほとんど、あらゆるいいところは全部、もっとも焼け野原でしたから、抑えられて、米軍の軍人軍属のための綺麗な、しかしあんまり変化のない、綺麗なグリーンの芝生の軍人のための家がずらーっと。で、僕は小学校からそういう間を縫って、許された道があって、そこを縫って通ってたですね。ただ、千春さんの話で、ちょっとだけ共感できるのはね、僕も半年ぐらいかな、愛知県の知多郡っていう田舎に疎開してたんですよ。やっぱりさすがに最後は東京、横浜危ないっていうんで。で、親父だけ残って、おふくろと、僕4人兄弟でしたけども、親戚のつてで、そこに半年ぐらいいたんですね。その時に、そんな脳みそで言うけど、やっぱり田舎の暮らしの良さというか、例えば、裏にすぐ森があってね、森を抜けるのは子供たちだけじゃ怖いんですよ。何か出てきそうな気がする。で、そのために、なんと大きな声で歌を歌いながら行く。毎回。で、そういったことはやっぱりそういう大自然がなければ、ダメだ。それから、やっぱり、皆さん、リンクっていう恐ろしい映画知ってるよね。井戸の中に、
取り組みられた女の子が見上げた、そのリング状に見えるんですけど、田舎には古井戸が結構あってね、そこに、まあ、起きはしませんでしたけども、時には蛇が起こってカエルを加えたまま、そこ、こんなになってるような風景とか、まあ僕は4歳、5歳ぐらいの時に見たそういう自然のあれは、周防大島ほど変化に富んでいるわけじゃないし、なんだって期間が半年ぐらいでしたね。ただ、やはり今でも森を、なんとなく大声出してないとおっかないもんだから、抜けていく、あれは、おののきは忘れないですね。やっぱり少年時代の4歳か4歳半ぐらいだと思うんだけども、で、あとね、疎開っていうのは、ちょっと惨めなもんで、一種仲間外れにされるんですよ。で、僕は学校にはまだ行ってないんですけれども、どういう意味かわかんないけど、オーノガンツという恐ろしい集団がいて、意味がわかんない。オーノっていうのは地域だと思う。ガンツっていうのはわかんない。とにかく、怖かった。彼らは少年ですよ。俺たち見ると石投げてくる。そういう、排他的なとこがあってね。で、その都度、いや、来たというと、田んぼに潜むっていうか、隠れきれたのはどこかしらけど、姉と一緒に逃げ回ったことを覚えてない。そんなことも、ああいう自然の中で起きた、一種の人間の、差別でもないけれども、やっぱり怖かったですね。受け入れてくれなかったっていうか。まあ、それで、横浜っていうのは独特のところで、僕はそこで小学校、中学校、高校と育つわけですけども、結局アメリカ文化が突然日本に入ってきて、まあ、神戸もそうでしょ。横浜埼玉のもんですよ。あらゆるものがこうアメリカ化して、で、今では多分、反米的だった大人の中にすごくペコペコする人が出てきて、そういうことも子供の目で感じてた。ただ、実はまあ変な話ですけど、僕はやっぱり憧れたね。こんなすごいところがあるんだ。とりわけ憧れたんだね。なんていうか、ね。でもさ、うん。江本さんが外語大に行ったということと、それから、外語大で、その山岳部に入ったことというのは、今のお話のようなことからのつながりがあるんですか？あります。それはやっぱり、横浜で、いつも船見てたんでね、出かけたいっていうあれはすごくあって、それから、三つ目の兄が、高校から山岳部走ったの。で、美大、芸大に行ったんですけども、やっぱ彼はやっぱり山の自慢して、まあ結局彼の影響ですね。丹沢あたりからちょこちょこ登ってて。で、やっぱり、後でするかもしれないけど、いやいや文芸少年みたいなとこあったから、大学入ったら少しタフにならなきゃと。自分で、言いくるめて。で、兄貴と同じように山岳部になったんですね。まあ、千原さんは山岳部になる前にあちこち、っていうか、スノボ大島以外にもいろんな経験あるんですか？まあ、そう、スノボ大島以外にも、経験は あるのはありますね。あるといえばありますね。うん、でもまあ、スノボ大島でも、そうです。子供の時の後で、子供の時の延長でだな。中学を卒業して高校、地元の高校へ、上野市の高校へ入るんですけども、その春休みの時に田舎の習慣で花見にみんな山へ行くわけですよ。桜を見に行ったって山桜が咲いてるのを山を登ってみ、そこのふもとで、重箱を持って行って食べるのが楽しみで、で、子供は子供で連れ立っていく、勝手なとこ行くわけですね。で、そこで、いい気になって、砂山を滑り降りてたら、木の根っこを引っ掛けちゃって、見事に足を折りまして。ね、で
高校入学式には行けず、一月ぐらい遅れて、実際上入学するんですけど。でそれは中学、うん、何歳ぐらい？いや、だから中学の3年の終わりの春休みで、そういうバカなことをして。それで、その間、学校とのつなぎのメッセンジャー役をやってくれたのが、隣の集落にいた、まあ、茂正一っていう少年なんですけどね。でその方も、朝、高校行くとき、必ずうちの前を通るもんですから、そこで呼び出してくれるわけですよ。で、もた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 しながら、始業時間にかろうじて間に合う格好で、高校へ行ってたんですけど、自転車で。で、その友達が、まあ、なんていうか、いてくれたおかげで、非常に心を許せる、なんて、気安く付き合えるやつだったんですけど、そのおかげで、なんとなく、どちらかっていうと、いじめられっ子になりがちなタイプの、痩せっぽっちの少年がですね、なんとなく伸び伸びしたことができるようになったと。うん、で、ね、それに、金子先生っていう、薬剤師の免許を持った化学の、先生がまた、うまく子供らを伸び伸びさせるの、上手な人で、頭の中を随分広げてくれたように思いますね。で、その辺。男の先生？男の先生。娘さんたちがいてね、それがまた可愛かったということも、また効果はあったんですけど。うん、で、その延長で、高校の2年の終わりの春休みかな。山口県を自転車で一周してみようという誰かが言い出して、で4人で自転車のバッグも何も全部自作 で自転車だって昔のボロ自転車ですからね、今のシャレた自転車であれするのと違って大変だったし、国道2号線はまだでかい石ころだらけの道で舗装なんか全然してなくて、尻が痛くなること、転べない道だったんですけど、うん、知り合いのつてをたどっては、夜止めてもらって、という、それで、ずっと裏側に回って、萩高校は、金子先生の前にいた学校だったんで、そこの女の子たちに、途中まで見送ってもらって帰ってくるみたいな、時間余りの旅だったんですけど、それが具体的には初めてのちょっとした旅だったんですね。で、そう、大学入るまではそんな風にして遊んでばっかりいたもんですから、2年かかったんですよね、浪人がね。で、浪人したんだ。で、田舎に行ってもとても入れないだろうと思って、まず広大を受けたんで、現役の時は。だけど、もろ蹴飛ばされて、それで、そして、親父が見かねて、やっぱり予備校に入らないとダメじゃないか。だったら東京に来なきゃダメじゃないか。貧乏な親父としたらどうやるつもりだったのか知りませんが、とりあえず東京へ出て、予備校に入ることになる。そしたら、親父が当時東京のベースとして500回になってたのは、渋沢敬三先生の、元のアチックミュージアムの建物の中だったんですけども、渋沢先生が、じゃあ、うちで居候してもいいよ。で、渋沢家には昔から何人も書生さんがいて、それがずっと交代しながら続いてたんですが、書生さんの場合は学費までいわば出してもらう。最低限の生活ができる保障もしてもらう、あれですが、私は居候ということなので、手伝いはいろいろできることはいろいろやるけれども、学費は別に出してはもらわない。お小遣いももらわない。という
形で一緒に過ごさせてもらったんですね。しかも2年ですよ。まあ困ったもんで。いや、だけど三島家族と一緒に？うん、そうです、そうですね。うん、だけど当時渋沢先生はいわばもう独り身だったですからね。でご家族は、息子さんたちは独立して別の所帯を構えてらした。お嬢さんは仙台の東北大に行ってらしたし、するから実際上で奥さんは別居中だったから、うん、事実上お一人なわけです。あと女中さんがいて、書生さんが他、私の他に3人いて、という構成だったから、しょっちゅう先生と直に接する機会があって、うん、それが後々まで私にとってはとても大きな支えに なりましたね。要するに、一言で言えば、本物のジェントルマンっていうのはどういうものなのか、本物のリーダーっていうか、本物のエリートっていうのはどういうものなのかっていうのを、目の当たりに見ることができた。で、いろんな学問的な活動の、パトロンというか、応援をずっとなさってたから、マネージャーであれ、なんたら、クワバラ、なんだっけ、なんたらであれ、いろんな分野の人類学絡みだ、生物学絡みだけじゃなくて、数学から何から、いろんな分野の、学者たち、すでに世間で名の知れた人たちがいろんな相談にいらっしゃるわけです。まあ、金の相談であったり、組織をすることの相談であったりすることが多いわけですけど、中には、おぼしダムの建設の、あの時は、確か、監獄に入っている人たちを容疑者として使ったりもしたと聞いてますが、それの元締め監督をやったような人まで相談にやってきて、みんな感服して、敬服して、かつ、必ずなんていうか、恩恵を受けて、うん、帰っていってた。その内容についてまではもちろん知りませんけども、うん、顔を見てればわかるわけですよ。だから、梅沢さんであれ、川北さんであれ、みんな渋沢家の玄関のお迎えと見送りという格好で私は、面識があったんです。だそうです。千原さん、渋沢さんって千原さんに対してはどうでしたか？すごく子供のように扱ってくれた？それとも、前途ある学生だというような、うんと上の人だけれども、あるいは子供、それは基本的に我々が若い人たちを相手にするときと同じような感じじゃないかな。もちろん居候、していいよって言った以上は庇護する、うん、基本は庇護する感覚だったと思いますけども、なんかね、渋沢家の居候の話はね、僕初めて聞くんで、貴重な話ですよ。なかなか、そういう状況にもならないし。うん、だから、山岳部入った時も、渋沢先生にまず相談して許可をもらったんですよ。だけど、ね、即答はしてくれないでね、10日以上、はい、待って考えてんだっつって、10日以上、待たされましたね。まあ、いいのは。っていうのは、渋沢先生自身、関門寺と一緒に登ってるような人なんですよ。あ、そうか。そうか。うん、もっと知ってんだ。ご親戚の穂高陳朝さんだったっけ。関門寺と登ったってのその時代の大事なもんです。うん。うん。だから、なんていうか、山の面白さも、怖さも、非常に素朴な、原初的な時代の、日本アルプスですけども、うん、ご存知だったわけですね。いや、それでですね、お二人とも、まあ、そういう形で山岳部へ入られて、
以前に伺ったんですが、なんかお二人ともその、それまでその本格的な登山なんかやったことなくて、むしろなんか文化系というか、あるいはまあ、体型的にもなんか二人ともひょろひょろっとした、少年で、それがまあ山岳部へ入ってこういろいろ大きく変わってくるというようなお話を伺ったんですが、その辺で、まあ、山岳部で出会った人たちというか、そこがどんな場であったのかとかですね、まあ、どういう影響を受けたかとか、その辺のお話はどうですか。僕らしていいかな。はい、まずね、今言う大学山岳部の中でも、都立大も頑張ってたと思うけど、千原さんの外語大なんていうのはかなり先端的だった。僕はだんだん入ってびっくりした。非常に先端的だったね。え、本当に。後になって山岳同志会になってすごいのが出てくるんだけど、あいつのなんだっていう感じでしたよ、当時は。本当にね、変っていう感じでした。つまり、北穂田の滝谷が中心でしたけど、あそこの初登攀争いを本気でやってたの。で、僕は、本当にハイキングぐらいしか知らないのが、いきなりそこに はまり込んでしまって、まさかと思っているうちに自分が、だんだんみんな怖くなってやめてって、最後自分は一人になっちゃった。同期が。それで、そんな器でも何でもなかったけど、リーダーにさせられて、まあ、その、冬の滝谷に行くようになっちゃったんですね。で、やっぱり、僕は、どちらかというと、高校までは、やや、やや文学少年っぽかったんですよ。で、山歩きもするけど、ハイキングぐらいで、それがいきなり、もう、一年の三分の一山に入ってるような、で、体がどんどん変わっていったね。自分でわかるんですよ。で、まあ、本当はね、ロシア語厳しかったんだけど、全然そんなに時間なくて、結局2年やること、1年生をね、2回やるようなことになって、まあでも、あ、これほどのことがあるんだったら許されるっていうか、ね、やっぱりその出会った先輩たちが、自分たちがトップだっていうのが揃ってたから、今はないですよ、とっくに。山岳部っていうのは、でも、特に国立のそういうところでも、本気で考えて、まあ、特にザイルのトップって有名な言い方があるんですけども、先にザイルでこう、落ちて、止める、落ちても、まあ、後ろで止めるときあるけれども、場合によっては死ぬかもしれないっていうようなことを、まあ、自分で悩んだ挙句踏み出すわけ。その踏み出す瞬間にやっぱりちょっとだけ成長したかもしれないですね。それは本当におっかないですから。今でもね、一つだけ覚えてるのは、北穂の滝谷の3月に、ABC の C フェースまであるんだけど、その一番下で、なんと相棒と、しまった。あぶみ忘れたっていう最低の話があった。あぶみっていうのははしごですよ。言うなれば。で、今はともかく、当時はそれがなきゃどうしても残せない場所がある。それで、下るしかないとなって、どうやって下るの？こうやって来て、並びに来て、結局下が見えないまま、40メートルのザイル2本あるわけです。それを、ゆっくりゆっくり、例えば25メートルぐらいずつ降りていくわけ。それでなんとか足場捕まったら片っぽがここで自分を固定して落ちないようにして、おい大丈夫だって言って降りて、こんなんやって。で、その時に僕はつくづく思ったけど、俺はもう一生自殺なんて一生も思わないだろうと。高校の時はまだ少し、その世界に夢見たこともあるんだけど、本当にこれをでき、生き延びたいんだと。人間っていうのは。そのことを、20歳ぐらいでしたけど、心底を感じてね、その後新聞記者になったりなんか言ったって、あれほど怖いことはなかったっていうか、それが、まあ、山岳部に、まあ、自分のもらった良さでした。そういう先輩たちがいたということ。これは今の信じられないですよ。今の大学では。まあ、だから、千原さんともどっかで会ってるんですよね、何回か。
三つ峠で、三つ峠で、まあ、ちょっと難しいルートを登って上の方でオーバーハングの下でもごもごやってるのを見かけたことはありましたね。多分地蔵っていうルートで、まあうん、まあ、私も後で登りましたけども、そう、まあ取り材とそういう意味でちょっとした交流があって、その後あれやれやれあの時のっていう感じにはなったんですね。ただ、TR さんはもっといろんな人がいるけど、僕にとってやっぱり山の人たちの意志というか、怖いところではなくて、やっぱり初登板ということで目指すということの怖さっていうか、潔さっていうかね、今はなかなかそういうルートなくなっちゃったけども、それに、少しだけ、ほんのちょっとだけ加われたのは、まあ今でも、まあ良かったなと思いますね。大した山じゃないんですよ、実際は。ただ、結局それが、もう今日は話す暇ないだろうけど、あとあとエベレストとかチモランマ行くときに、本当に役に立った。簡単に言うと、アイゼンの、こんな急な壁壁のアイゼンの使い方うまいんですよ、僕は。足首がすごく柔らかかった。で、そういったことは、すごく身の安全にとって重要なことで、ああ、助かったっていうか、学んだっていうのは、そういうことです。宮本さんにとっては、大学の山岳部っていうのはどういう存在でしたか？浪人をしたり、入って、少し体を強くしたい、闘争能力も高めたいと思って、実は、同級生に誘われて柔道部に入るんですけど、半年ほどで、投げられることは実に上手になって、それを相手にするとみんな上達するわけ。だけど、柔道って投げられることではなくて投げることなんだとだんだん分かってきて、それは俺には向かないなということをはっきり認識しましたんで、やめて、それで、大菩薩なんか友達と行ったりなんかということをちょろちょろやってました。で、そうしてるうちに、やっぱり同級の連中がそんなことしてるなら山岳部に入れって言って誘われて2年になって入るんですね。で、江本ほど目覚ましい変化をしたかどうかはちょっとわからないけど、でも僕にとってはやっぱり大変な改善というか、 目を開かれる、世界が開ける場所で、大学そのものは親父の影響もあって、その文化人類学系のところを選んで入ったんですけど、そっちはあんまり面白いもんでもないなとだんだん思うようになって、だけど当時の都立大はいい大学で、理学部なんかでも自由に受講することができたんです。だから地理学科なんてところへ勝手に受講させてもらって、気候学だとかなんたら地形地質学だとか、ごく初歩的なことですが教わることができて、でその上でこの山岳部ですけど、これまた先輩たちが多士多彩で、哲学の人がいたり、理論物理の人がいたり、化学の人がいたり、建築がいたり、でそれがそれぞれや山で、いろいろレクチャーをその頃して、よくしてくれてたんです。それが面白くてね、なんていうか、要するに、科学的なことへの関心、興味っていうか、それは山で養われたんですよ。うん、その人たちによって。うん、でもちろん、山も面白くて、その達成感は、やっぱりなんていうか、生きていく上で喜びのという感情がいかに大事なものかっていうのを痛感しました。まだ幸福だとか幸せだとかっていうような感情に興味のある年頃じゃないから当たり前なんですけども、うん、やっぱり生きるっていうことは喜ぶためなんだっていうような価値観というか印象をすごく持ちましたね。で、それと山岳でやっぱ大きかったのは、自分がいわば遅れて入った
こともあって、あの背伸びをしたい気持ちっていうのは強くて、努力も随分したつもりですけども、じゃあ強いやつだけが偉いのか、よく登れるやつが偉いのかというと、そうじゃない、どんなやつもいてくれないとつまらない、いてくれるから面白いっていうか、そういう人間の、あの、様々な性格のやつがいるグループがの仲間であるっていうことの楽しさ、嬉しさを同時に教わったっていう気がしますね。それは本当にそうだね。強い人だけではちょっと困るんですよ。あの、必ず、あの、長い合宿になると、誰が先にへばるかっていうのを、俺はじーっと待ってて、なんとか自分は、その、こらえようと。で、まあ、あの、強い弱いだけじゃなくて、やっぱりいろんな人柄とか、あの、役割があるんですけどね。山岳部の生活というのは、いろんな人生を考えさせる、そういう面がちょっとありましたね。そうですね。それと、もう一つ教わった大きいことっていうのは、みんな、あの、後から後輩が入ってくるわけですね。で、先輩は抜けていくわけです。で、だんだんそれぞれ実力も上がっていくけど、役割が変わっていくわけです。で、そうすると、ついこの間まではちょっとまだ頼りないなと思ってたのが、あの、リーダーなんかになっていくと、ぐんぐん変わっていくんですよ。人は、あの、立場によって、立場を自覚することによって成長するんだというのを目の当たりに見た気がしますね。で、その経験が、後で漢文研なんかを運営していく時に、あの、もう基本的に、そういう人間の性質を信じて、確信を持って運営していった。当たり外れありましたけどね。だけど、本当にそれでよかった。その2つの経験で、後の、あの、漢文研の基本的な構造ができましたね。それはあるかもしれないね。あの、大した器じゃなかったの、本当に。大した山屋でもなかった。しかし、立場上リーダーにならざるを得なくなって、だってみんな辞めちゃったんだから。あのね、やっぱり怖いんですよ。だから強いやつは全然辞めてくる。と、俺は、なんとなく、逃げるわけにいかないと思ってたら、自然にそうなってって、ダメでも、まあ、果たして21でリーダーになったんですね。やっぱりその時に、今の千原さんの話の通り、嫌でも、まあ、自分なりに育つんですよ。自分を育てなきゃなれない。毎日、冬の春の夏の下宿計画、いろんなことを考えるの、もう、大学なんかどうでもよくなる。それはほんの命の問題になるから。それはやっぱりでも、後々新聞記者になっても、あの、役に立ったような気がするね。そういうことでしたね。で、まあ、その一方でやっぱり強くなりたいという欲求も結構強くてですね。だんだんステップを踏んで、あの、難しい岩に挑戦するようになって、それで、今度は、あの、雪氷、への挑戦だってんで、で、たまたま、あの、合宿に参加できないんで、その前の暇なら行けるっていうことで、あの、奥まったの四方の、はいはい、壁で、明大ルートっていう、夏なら一番優しいルートになるのかな。だから、そこなら行けるんじゃないかと思って、で5月の連休前に一人で出かけて、いろんなルートがあって、明大はまあまあ、ちょっとつきやすいかな。一人で。だって、連れがいないし、もう一人で、あの、どうせ、落ちなきゃいいわけだと思って。それで、あの、そしたら、いろいろ天候の履歴の問題があって、雪が、のコンディションが特殊だったんですけども、だんだん、じゃあじゃあシャワー雪崩が落ちる中を、インゼルから登って、とっつき、登って、そこから、あの、L 字のすぐ手前のところあたりで、通じまで行ったら、
優しいはずの、ルンゼが、うん、あ青氷になってたわけですよ。ああ。それで、で青氷の上に粉雪が かかってて、でとても俺の技術じゃそこはこなせないと思ったんで、壁を選んで壁へ逃げたんですよ。だけどそこは壁が難しいところで、であと3メートル抜ければこれは越えられるなと思うところで、悪いなと思うところ一応ピンを打ってセルフ長いセルフビレーをかけて利用するんだけど、そこのところはビレーを外して、で両方の足それぞれ爪2本ずつ引っ掛けて、それから手は摩擦が大きくなるように毛糸の手袋を使ってたんです。だけど握れる手ホールドじゃなくて、横からつまめるホールド、要するに引っ掛けられないで、つまめるだけのホールドだった。それで先のルートを見るために頭を後ろにで反らして少し後ろへ体重を移したわけね、うん、そしたら簡単に手が外れちゃったそのまま後ろに回転しながら落っこっちゃって、で非常にありがたいことに、その日の雪のコンディションが一番下はそうやって途中で高温になって青氷になってるけど、その上に腐った雪があって、その上に新しい、うん、今も降りつつある粉雪という非常にクッションの効いて、それから岩の角が氷で埋められたコンディションだったわけ、うん、でそこで初めて柔道部が役に立つんですよ。ああそう、後方を、とっさにやっぱりね、後方受け身の姿勢を取ってるわけ、うんうん、で最初から落ちるとき可能性も考えて、当時はビニロンなんかのザックもあったけど、わざと面の古い摩擦の大きいザックを背負って、それから、ナイロンの系の薬器じゃなくて、渋沢先生からもらった生成りの粗いセーターのまま、雪の中だけど、セーターを外に着て、こうやって、それは何かの時に体の摩擦をフルに利用したいだろうと思って、そうしてた、うんうんうん、そういうことが全部プラスに働いて、要するにフェースのとこは滑ってジャンプするわけですよ。うん、それから急なテラスのところはさっき言ったような雪のコンディションになってる。でそれを後方受け身で受け流しながら、うん。何メートルぐらい？それで落ちた距離は150ぐらい落ちたんじゃないかな。で、ね、インゼルの横のとこまで、要するに取り付きのとこまで落っこして、それで雪崩を自分で巻き起こして、その雪崩に埋もれて頭を下にして仰向けに流れてたわけ。それで、そこでなんていうか意識が明確になってきて、このまま流されてると雪崩に埋まっちゃうなと思いまして、うん、それじゃあなんとかブレーキかけて抜けなきゃと思って、この状態ならトンボ返りを打って通常のピッケルデスの止め方では止まらないから、ひざと肘でを立てる格好で今日の雪なら止まるという読んでですね、その姿勢を取るんです。そしたら雪崩が通り過ぎていってくれて、インデルの下の末端ぐらいのところで止まったかな。だからここまでだったら200メートル以上だよね。でこれは今どのだけやられてショックを受けてるか分かんないけど、この後でショック症状が出るだろうと、うん、でその前に体を固定しとかなきゃなんないっていうんで、膝で手を蹴り込んで尻が埋まる穴を掘って、そこへすっぽり体を収めて、これで気を失っても大丈夫だというところまで、あれして、それからどこがやられたかをチェックして、うん、そうすると額から血が出てるけど、まあ頭は別に大きな怪我はしてない。
だけど手はどうも動両方とも動かないなと。それから足も、うん、大きな怪我はしてない。配膳は外れてはいるけどもくっついてると。うんうん、で、ピッケルは幸い手にバンドをつけてたから、流れないで済んでる。それで、うん、この先このままずっと滑り降りたら、どこまで降りられるかしら、途中に滝があったに違いないから、そこは難しいかなという脱出のプランもこう徐々に考えたりしてて、そしたら幸いショックは来なかったんだけど、うん、そしたら、まだ雪がしんしんと降ってますからね、暗いんですけど、遠くから人の声が聞こえて、ああ、そう。これは誰か、登ってるやつがいるなと。俺が山に入った時は奥また誰もいなかったんだけど、ほ、うん、で、声が聞こえるからこっちの声も聞こえるだろうと思って、おーいって声かけて、で、自分が今ある状態を告げて、悪いけど、ちょっと救出に来てくれませんか、ちょっと頼んで。はい、そしたら、それから、1時間半ぐらいかかったかな、来るまでに。それが、大阪市立大の山岳部だったんですよ。ああ、そう。だから、和田さんたちの先輩だったのかな。ねえ。うん。うん、で、いや、その人たちは三尺から、前方、偵察に行こうとして三尺を登り始めてたと。うん、うん。だから、ずっとトラバースして来ればよかったんだ、うん、俺一人だったからそこは 30分ぐらいでさっさと通り過ぎることができたんだけど、もう彼が来る頃には、うん、多分泡のあたりがバンバン落ちてたからでしょうね。慎重にしたかった時やってきてたから時間かかって、うん、それで安全弁して前後挟んでくれて、それで相手に相手をしてもらってくれて、そしたら立てて、手はほとんど使わないけども、両方からアザイルでやってもらってると、ものすごく安定良くなるから、うん、彼が来たのが1時間、そこから帰るのに1時間半ぐらいかかったのかな。うん、そしたら、うん、奥股にテントが張ってあって、それで、まあ、幸いそこに医学部の6年生がいたんですよ。え？医学部の、一大だから医学部があって。お医者さんか。うん、それで、仮に固定してくれて、と言っても縛り付けるわけですけどね、みんなのは。それで、何人かの寝袋を重ねて横にならせてくれて。うん、飯をさじで食わしてくれて。だけど、何か、滑稽な状況だからいろいろ笑わせるわけですよ。で、笑うと気を失っちゃうわけ、痛くて。うん、よかったね。よく生きたね。夏なら何人も死んでるとこだよね、あそこね。今のは完全に死んでし、当然のケースだよ。まあ、それは脱線しましたけども。その経験が、やっぱり、知らない、本人は気がつかなかったけど、その後、リハビリでいろいろ、山岳部の友達たちが助けてくれて、ついたての正面壁へ、連れて行ったり、してくれたり、滝沢の下部の F1 の変わったルートから、歩道を開いたり、というのをさせてくれたけども、うん、やっぱりトラウマになってる部分があってですね。やっぱりすごいビビりやすくなってね。すりっていうことにね。それはビビるわ。それでもそれは克服できると思って、なんたらしてたんですが、今度は体力というのは離れるとどんどんものすごい急速に落ちるもんだということを痛感させられる経験があって、それで、あ、俺はこの程度のクライマーなんだとはっきり認識してですね、うん、
山から自動的に遠ざかった。まあ、それ以外にリハビリの途中で膝を痛めてしまったっていうのもあるんです。それが直接の原因だったかもしれないな。膝を痛めて、まあ、リハビリといってもかなり無理に2日分を1日でこなすようなことをやってたから、当然かもしれないけど。いや、まあ、すみません、それは余計な脱線ですが。すみません、こちらもつい入れ込んで聞いてしまって。やっぱり絵もと同じようにそこで山岳部で死と死ぬですという問題についてやっぱり非常に感覚的に身近に理解しましたね。それがとてもやっぱり人間にとって死ぬのはすぐそばにあることなんだという意識、それはとても大事だったっていう気がしてます。普通人間の社会は 死はないものとして日々を過ごしてい、くんですけど、とんでもない誰のにとってもすぐそばに死はあるんだとはっきり教えられましたね。本当だ。それが山登りの一番の価値だと思ってますよ。死は、死を意識するってことは。結局、俺も振り返ってみて、大学でロシア語だなとかってやっても、やっぱり、その生きるか死ぬかの体験をしたことだけが宝でしたね、結局。そんなすごいクライミングしたわけじゃないけど、やっぱり瞬間瞬間怖い時があったから。で、それがさっきも言ったように、僕の場合はずるくも仕事に生かしたっていうかね。北極行くにしても、エベレスト行くにしても、やっぱり、アイゼンがちゃんと使えるかどうかっての大きかったんで、それは、まあ、変に、まあ、良かったなっていう、不思議な感じですよ。あれ、江本さんは、卒業されて、すぐに読売新聞に、そのまま入ったんですか？本当に山岳だけの人生だったから、無理だなと思って、何も就職か考えなかったんだけど、やっぱり5年経って、これ以上親に迷惑かけられないとなったら、考えてみたら、俺は文章ぐらいしか書けねえなと。で、新聞社、読売と東京新聞受けたんです。で、なんと一時期は両方とも受かったんですね。で、読売2時も受かったのかな？その最後の面接がどうのこうのっていうんで、なんかでも、良さそうだって言うんで、東京新聞途中で辞めて。で、ギリギリの補欠で入ったんですよ。で、それは何が補欠かっていうと、東京オリンピックなんですよ。東京オリンピックは普通30人しか取らなかったら50人取ったの、その時。で、俺はロシア語できるからっていう、そういう過労じて、引っかかって、1964年の東京オリンピックで、実はレスリング担当になった。レスリングは、ロシア系が強、ソ連系が強かったの。で、ロシア語すごい役に立つだろうっていうことだけでね。毎日、地方、前橋支局に勤務したの、どこかから、新人だけど呼び出されて、東京に、旅館から通うことなんかしたのかな。だからまあ、東京オリンピックの現場は一応は知ってるんですけど、同時に、まあ、アベベぐらいしか覚えてないな、他のはっていう感じでした。で、まあ、なんとなくそういうイベントっぽいものに、他の異能がなかったんだよね。ケモナンバとかノースポールとかいろいろやってたの。なんかね、うまい具合にそれが自分のそばにあったっていうか、その度ごとに、その時に実は、登山技術を多少知ってるっていうのは大きなことでした。それはもうね、生きるか死ぬかであって、新聞社ってなんかわかんないからさ、まあ、じゃあいいかって言ってくださって、まあ、今になってみれば、よくしてもらったんだめな。最後は、チベットのモンゴル。モンゴルは本当にね、まあ、ある意味で、ね、外語の夢だったんですよ。そういう課題もあって、それまた、いやいや、自分の知的なあれに引っ張ってきたっていうか、そういうあれもありました。
あれ、江本さんが、例えばチベットだとか、黄河源流だとか、モンゴルだとかをやった時期というのは、あれですよね、すでに地平線会議を作った後とか。僕、地平線会議を、千代さんとやろうよって言った時は、僕38です。それが、黄河源流は85年だからね、チベットも82年、80年、79年に地平線やってるわけだから、それをやって、いろんな人に、丸山とか森田康郎とか押し付けて、自分は出てっちゃったんです。で、モンゴルに通い出したら、本当に半年もいない時ありましたから、その頃、地平線は全然俺じゃなくて、いろんな人が回しててくれた。ただ、つないでてくれた。だから、千春さんは、まあ、それよりはるか以前に、まあ、大学出られてですね、その後、まあ、僕らが知ってるのは、その南極のビンソンマシフの計画に関わってこられたと。いうあたりは、いつも聞いてた話ではあるんですけれども、その辺のいきさつといいますか、例えば、西堀英三郎先生との出会いであるとか、まあ、皇后さんとの出会いとかですね、その辺はどういう経緯でそういうふうになっていったんでしょうか。やっぱり、あれですよ、大学を卒業した後です。また大学院になんとなくずるずると、行かせてもらおうと思ってたんですが、これもわけあって、学部のが最後の方で落第して、1年伸びてしまって、さらになんたらしてるうちに、要するにヒマラヤへ行こうという話を先輩たちが始めたんですよ。で、それがいろんないきさつがあって、大阪の府立大学と、まあ、いわば姉妹校だから合同のチームを作っていきませんかという申し出を受けることになって、で、それやりましょうということで、カンチェンジンガの西側にあるシャルプっていう山を目標に行くことになるんですけども、これが我々にとっては甚だ、なんていうか、因縁の、妙な因縁のある山になって、前年、大阪府立大の OB 会がヌプチューっていう山を登りに行って、間違いなくヌプチューと呼ばれる山に登るんです。ですが、問題はサベイ・オブ・インディアの地図に書かれているヌプチューの位置はそこではなくて、それよりも10キロ以上北にある、チベット国境の山の位置にヌプチューと書いてあったわけ。それで、ヌプチューという名前を頼りにヌプチュー谷を登って、登った、府立大が登った山は、地元でヌプチューと言われる山だけども、地図に書かれているものでは全くない山であって、もっと低い山だった。だけど、高い山のつもりで、その上から見た、南の方を見ると、高い山があると。7200ぐらいあるんじゃないかと。それがシャルプーと呼ばれる山だったわけです。つまり、地図に惑わされた状態で誤認しちゃった山だったんですね。で、シャルプーは間違いなく、当時はシャルプーと地元で呼ばれてた、山です。嘘はないんですが、要するに勘違いで高いと思われてて。で、登ってみて、その上で、ごく簡単な、角度の計測だの、何だの、基地の山と合わせてやってみると、どうもそんな高くないよと、もっと低い山だよ、ということになって、その後いろんな、それを確認するために、裏側のヤンマー谷っていうところを遡って、その裏の山へ登ってみたりなんかして、いろいろ
探索をやることになって、結果的には概念図ながら10キロ四方くらいのネパール領土を広げた形になっちゃったんですよ。裏側の地形が概要がつかんだわけで、それからずっとタンジェラっていうところを越えて、まあ、要するにほとんど真冬に近い頃の行動なんですけども、ずっとナムチまで行って、でさらにナムチの奥のエベレストのベースまで行って、さらにその近くにこの季節でも登れそうな山があると地図で見ると、そのエベレストの近くはもっとマシな地図がありましたからね。でっていうのはポストモンスーンのあの辺、少なくともその年に限って言うと、ポストモンスーンって言われるシーズンの後に一回雪の多い荒れる季節が挟まるんですが、それが過ぎちゃうと晴天が続いて、猛烈に高い山は雪原が出てるけども、片下側の斜面はものすごく雪のコンディションが良くなるんですよ。でバカバカアイゼンは効くし、ピッケルでステップは掘れるし、その勢いで山谷の奥、さらに奥のシャオっていうところの奥の山を登って、パスミ君っていうのと一緒に登ったんですけど、夕方日が暮れる直前に上に上がって、日が暮れるまで上にいて、で本当の頂上はやっぱり 3,4 メートル氷の塔があって、横着してアイゼンも持ってなかったんです。その時はロープも持ってないし、だからさすがにこれは無理だよねっていうんで、いや諦めて、そこから見える範囲の偵察をして降りるんですが、下りは酸素を使わないから楽なんだよね。ヒマラヤの、まあ、少なくともあんまり高くないところはの下りは本当に上りと違って楽なんですよ。酸素を使わないことはこんなにいいものかという、酸素を消費しないことはね、夜中に下ってると薬がの目ん玉に懐中電灯が当たって赤い真っ赤なギラギラした目が見えるそういう風にして夜遅くかキャンプまで戻ってきたりしたんですが、でいずれにしてもその時のトレッキングの楽しさ、エベレストの奥はこれから明日いよいよそっちへ取り付きの方まで出かけようと言ってる時に、チェックポストからメールランナーが来て、外国人は国境から10キロ以上近づいてはならないという命令が出て、しょうがない諦めるんですけどね、帰ってくるんですが、その後のずっと山々、地方の北の方の昔甲午しか通ったことがない、日本人では甲午しか通ったことのないコースだと思うんですが、それを我々も逆コースから越えてアルンガー沿いに下って、途中でみんなとはぐれて一人で歩いたりなんかも、あって、その間に出会った人々との様子と風景、人が作ってる風景、そういうものを写真に撮って観察してことの楽しみってみたいなのを覚えて、で特にそれで帰ってきてから写真をもとに写真でなんとか地形の概念図を作ろうと、さらにはもっと精密なことまでやろうとして随分頑張ってみるんですが、知識不足で概念図しか作れなかったんだ。その写真をデータとして使うことの面白さにはいわば目覚めちゃう。それからその中で土地の紹介を写真によってとその土地が紹介できるという読み込めるっていう楽しみを覚えて、それがなんていうか私のささやかな探検的な、なんですかね、
探検というのはこういうものだ、こう面白いものなんだという認識の基本になりましたね、基礎になりましたね。ジャルダン・シャルプは何歳の時に行ったの？何歳だと、もう26ぐらいだったね。それ、漢文献でみんなに写真撮ってもらったり、する力を入れたのは、その手応えを知ってたからですね。この岡村が口って言ってんじゃないか、その、ユアルさんの写真の手ほどきってのは結構大だったでしょ？そうですね。いや、私自身がその写真技術を学んだことはないんですが、いろいろ、チャールさんがずっと写真をやっておられたので、例えば、あれですね、こういう、この報告書の中のいろんな写真ありますけれども、遺跡の写真ですけれどもね、遺跡の写真なんか、これは全部、実は我々が撮ってきた写真を印刷用の写真にもう一回焼き直してくださったのが何百枚もあるんですよ。あ、そう？印刷の報告書に。そういうことをできるんだね、彼は。こんなに近くあったかもしれない。これをですね、実は千原さんが全部自分で引き受けてやってくださったんですね。まあ、でも、もうそういうことで、まあ私にとっては恩人なんですが、まあ、そういったことをやって、いただいたのも実は漢文献という場でして、でその場ができるまでにですね、例えば、千春さんは、まずいろんな人との出会いがあった。で、まあ、今、ヒマラヤの、遠征の話ありましたけども、次に、南極へ行こうという話があって、そこでいろんな人たちと出会って、まあ、そういったその人のつながりというか、まあ、いろんな、ことの中から、漢文献の中のいろんな運営の方法、まあ、山岳部もそうでしょうけれども、そういうものが生まれてきたというお話なんですが、ちょっとお話をですね、もう時間があんまりなくなってくるとまずいので、千春さんの漢文献の話、やがてその漢文献が解散をして、まあ、しばらく経ってから、もう一回、ちゃんとなんかしようよということで、地平線会議というところにまた、流れが集結、修練していくわけですけれども、その辺の、ことを、その人間を絡めた話をしていただければと思ってるんですが、千春さん、どうでしょうか。まあ、うまく解説、解説版でまとめることができればとありがたいですけど、そうですね、まあ、漢文献っていうのは、最初からそれほど立派な構想があって始まったわけでもなくて、いわば、私の父の宮本恒一が、近畿日本ツーリストの協定旅館連盟っていう組織から、日本の宿の歴史を書いてみてほしいと頼まれて、で、父は面白がって、調べて、書くんですね。で、それを見て、ツーリストの副社長だった馬場勇っていう方が、今後も会社に何か事務所を構えて、研究を続けていただけませんかというような話になって、で、それと同時に、近鉄、まあ、親会社的な立場になった近鉄の日本の市場っていう15分のテレビ番組があるんで、それの監視をしていただけませんかということ で、父は1年半ぐらいかな、それ の企画案を出し、それからかなり一本一本丁寧に監視をやってました、うん、編集に近いことまでやってましたけど。それを踏まえて宮本資料室っていうのを、間口一軒の狭い部屋だったんですけど、一軒よりもう少し広いか、まあ、ほとんど3メートルはなかったな、うん、私がブラブラしていろんな、ブリタニカのセールスなんかをやったり、いろんなトライをしてうまくあんまりうまくいかないのを見て見かねて、お前ってしばらくこう、取り組めたの、まあ、ということで、いわば資料室の
手伝いという形で通る人と縁ができて、非常勤の食卓ということでやり始めるんですが、そうしているうちに自由にいろいろやっていいよと言われてたんで、関係のあるっていうか人たちといろいろ相談をして、まあある構想を持つようになって、で父としては要するに旅というものの持ってる機能をフルに使って地方の活性化ができないか、地方の衰退を防ぐことができないかという期待を持って、でそのあるべき旅っていうのはどういうものかを探っていきたい、それを普及していきたいという考えがあって、それに基づいて私もいろいろ考えたんですが、父とは考えてることの幅も経験の幅も全然違うから、少しこっち向きに引き込んだ形になります。それで限られた金でどうやったら影響力が持ってる、一つは優れた、研究報告みたいなものの出版のやること、もう一つは優れた研究への賞を出して、若手の優れた研究に賞を出して進めることだけど、これはどちらも出版は本屋がとっくにやってて、優秀な編集者たちがどんどん人を探して書かせてる、それから賞をやったって大したことにはならない、で他JTB のなんたらみたいなとこもやってる、それをやるより初めから旅方向にはまってしまってる若いやつを引きずり込んで、その人たちを応援することに力を入れたらどうだろう。そうすると仮には資料室のなんかがなくなったとしても、その人たちがもともと本来の自分の行きたかった方向へは死ぬまで進み続けるだろう。そうすると最も、投資効率の高いことではないかと、まあ計算的に言えば、そういうことを考えて、そっちの方に進めましょうということに、だんだん、そっちが主軸になっていく。いろんなことを試みるんですが、結局はそうなっていって、それで、なんかおかしな場が生まれるんですね。で少しテーマが絞られている人にとっては、で特に国内をやる人にとっては旅費付きの大学院だぞというような形で歩いてもらったし、でそうでない人たちはせめて話の相談相手になるという格好で、やってきてもらった候補なんかと一緒に相手をして、徹底的に付き合う努力をすると。ということで、非常に生産性の高い場が、今から振り返った言い方ですると、生産性の高い場が生まれて、いろんな人がそれを足場にしたり、そこで何かのきっかけをつかんだり、嫌だったらいくらでも、いつでも離れていって。だけど、トータルにはなんとなく皆さん仲間意識を持ってやっていってくれた。ということですね。で、こっちは、なんとかサービスしたいと思って、本当に真剣勝負で、相手をしてたつもりですけども、その場として有効だったのは、ある踏み切っていう雑誌に書かせることと、それを徹底的に、付き合って、その人の感じていることの、もっと深いレベルでの、なんていうか、気づきを、表に出させること、そう、これは その編集者も著者もいわば交代しながらやる格好です。で山岳部と同じようにどんどん役割を交代しながら、そうしているうちに勝手にみんな実力をつけていってくれてという効果は非常に十分にありました。 だけどまあ時が経ってみんな年も取って、そうすると生活のニーズも変わってきて、無理も効かなくなったり、いろんなこともあって、でかつ組織としての幹部権も研究日本ツーリストから要求されるニーズみたいなものが変わってきて、適応の努力はいろいろしましたけども、
本質的にその漢文圏のクリエイティブである、まあ、場である時の構造っていうのはこっちから何がしかのお金を出す。でだけど皆さんはあのなんていうか原稿料とか旅費とかはある程度もらったにしても、あとはその情熱から集中力から何から全部なんていうか参加者やってくる人たちが投資してるのと同じ、両方で出し合って初めて成り立ってるものなんですね。だからフルに自主性が尊重されてるからやっていけるんで、プロダクションにはなり得ない組織だったんです。構造だったんです、基本的に。そのために終わるべくして、終わる時が来て、特にあの私の父が亡くなってからは、終わるべくして終わったという気がしてますね。で、ジャルさん。一番その盛んな時、馬場さんが健在でした時に、月どのぐらいの予算を使えたの？いや、覚えてないな。あの、俺、何百万はあったの？そんなに。月に何百万もないよ。ないか。うん。そんなにあるわけないじゃん。だって、俺は最初から一貫して非常勤嘱託という立場だからね。そっか。だから親父は、やっぱり非常勤嘱託でいくらもらってたのか知らないけど、うん。うん、最後の頃でも10万もらってなかったんじゃないかな、俺。そうか。とにかくその頃、時間給の計算を試しにやってみたら、215円になったの、1時間。で、だけど、そういう自由な場である、ことを維持するためには、俺が金をもらってはいけないという意識がすごく強かった。そう、ね。みんなただ働きっていうか、ただでと提供してるんだもん。それ自分のためという言えばそうなんだけども。だから事務局にいるやつが、あそこに座ってるやつが金をもらってはいけない。もちろん生活はしなきゃなんないから。うん。ギリギリでいいんだけど。だから、砂漠に見とるような設立のと、時に会社株式会社にしろって言ったのは俺だったんだけど、みんながポケットマネー出しよったんだけど、俺はかみさんに無理やり俺も出さなきゃっつって25万円ほど出したんだけど、それが我が家の全貯金だったんです。そういう立場を維持したから、岡村君もそれなりに信用してくれ、そんなことは言わなかったけど、そういう姿勢があったから、信用してくれた。でも、それは綺麗な面だけじゃなくて、逆に言うと、俺は、現場に出て、現場レベルでみんなと競争するのが怖かった。ビビってんで、だから、裏方に徹しようとしてた面はあるわけ。まあ、それは出すわけにもいかないけど、それでバランスを取ろうという意識はあったんです。俺はともかくも多少は最低限の生活できるものはもらってるから。最後の本になってね、結局、主任研究員制度ってできたでしょ。で、主任研究員制度は、まあ、そんな大勢じゃないけど、一応、何万か月々もらえるって、他の人はもらえないみたいな。少し、格差が、小さな格差が、そういうことがちょっと難しくなった一つだって聞いたけど、うん、そう思いますね。つまり、俺がギリギリのバランスを見極めながら作ってた場が、はい、基本構造が崩れちゃうからだね。で、みんながただで提供して、それからはっきり会社にとってもメリットのある場面での仕事に対しては原稿料とか写真の撮影料とかを受け取ってと、うん、それがみんな見える、よく見えるし理解できるんです、うんうんうん、だけど区別をされちゃうと、うん、正社員と派遣みたいな差ができちゃうし、もうそれよりも大きな差だけど、それはもういい。
そうせざるを得なかった過程もあったんでしょうね。なんかその一応区別を、まあね。まあ時代の変化、みんな、ね、みんな年も変わった、うん。だけどみんななんていうか、あの若い人は自分で育っていってくれるもんだとつくづく思いましたよ。まあそうね、うん。私は白状だから。あの深くは同情しなかったけどね、うん、まあこっちも圧迫だったから、でも、うん、私は今度は交互に拾われて、うん、あれで、ね、交互のところで初めて、あの、給料をまともに近いところでもらえるようになったり、かみさん喜んでましたよ。そのマングローブで、うんうん、ただ、彼だって原資があったわけじゃないだろうに。あのうん、まあ、それは、あの、アラビア石油っていう大きなパトロンが売れるようになってからの話でした。うんうん、でしたまあ、あの、宮本さんの方はそういう感じだったんですが、うん、あの、江本さんの方はですね、まあ、読売新聞という大きな会社の、まあ、記者で、割と、まあ、あの、自分の。苦労しないで。うん、やりたいことを通して山、まあ、山の取材なり、局地の取材なりということも、まあ、なんとなく企画を通せる、そういう立場にあってですね。で、その一方で、まあ、あの、今、宮本さんのところへ、あの、さっきの話で宮本さんのところへ集まっていたような若い人たちが、今度は、あの、うん、各大学の探検部の学生たちでしたよね。江本さんのところに相談に。で、岡村さんやったのが大きいですよ、あの3日間。だあの法政大学であの3日間学生、全国の大学探検部の学生たちが集まって、まあ、報告会をやったわけですね。それを、まあ、江本さんに、まあ、あの加勢を頼んでといいますか、うん、あの学生たちが江本さんのところへ行って、で、江本さんもそれに加勢する形で、そういうイベントが開かれて、で、そこから、まあ、その学生たちが、まあ、昔、甲吾さんや宮本さんたちも考えていたような、あの、まあ、甲吾さんたちの時代は、その日本探検協会を作ろうというようなお話だったようですが、その学生たちはなんか探検資料センターみたいなものができないかということで、まあ、江本さんのところに相談にずっと、そのイベントの後も相談に通ってて、その相談をまた江本さんが宮本さんや甲吾さんに持ちかけて、まあ私なんかもこの番にさせてもらいましたけども、あの、そういう中から、あの、地平線会議というのはできてくるわけですよね。で、そこへ、まあ、いろんな若い人たちが、あの、もう学校も出て、しかも、まあ、就職もしないで、旅に明け暮れていて、そういう人生を送りたいと思ってるような人たちが結構集まっていて、で、そこでまあ、まあ、江本さんは言ってみると、もう唯一の肩着と言いますか、あの、そういう形でね、あの、立場だったからね。で、まあ、それでもまあ、いろんなことで、あの、みんなの応援をしたりということで、関わってこられたわけですけれども、その時、その江本さん考えていたことですね、その、昔、あの、宮本さんのとこなんかに若い連中がいたんだ、うん、ご存知だったでしょうし、なんか、その辺のことってのはどうですか。僕は、あの、その、法政大学の3日間 その探検会議の最後にね、まあ、千春さんもいたんだけども、みんな面白い報告したんだけども、最後の彼の質問が、僕も同感だったのに、それじゃあ皆さん、大学を辞めてどうされるのかっていうような趣旨の質問をしたの。この後、あの、探検活動ってどうやってやっていくのかと。それで、なんとなく、あの、こちら、ややお兄さん、兄貴の立場としては、なんか応援することしなくちゃねっていうような話になったんです。あの、話としては。で、あの、学生たちもそういう気持ちあったかもしれないけど、なんか俺たちがそういう場に居合わせて、そういう年代に来て、じゃあやるかなと。で、ただ、千原さんたち、本部たちはもう、似たことをやってるわけですよ。岡村もそうだね。苦労して大変だってことは分かったけど、俺はそういうことは、まあ、なんとかなるわっていう能天気で動かそうとして、で、まあ、あの、
何回か喫茶店に集まったり、うちに来てもらったりして、まずスタートしようと名前から始まったわけですね。まあ、自衛戦会議っていうのを決めて、それで79年の8月17日だったんですけれども、まあ、こんなに延々とやるとは思わなかったですよね。ただ私の当時の思いとしては、まあ、千春さんが一番筆頭ですけど、こういうクオリティのある人たちは大事だと、すごくその時、さすがに15年新聞記者やってたから、なんとなくいろんな体験してきて、で、自分がどんなふうに見られてるかも分かってます。でも、その上で、人間の人っていうと、すごく、生意気なんですけども、こういう人たちに持ってるのは大事だな、ということを痛感したのね。それはやっぱり山岳運動につながることだと思いますけども、もう、それを超えて、まあ、そのシンボルが宮本千春だったと思うけど、で、その時を密かに思ったのは、僕は現役の新聞記者だったから、そう中心になってワンワンできることがないだろうと。ただ、なんていうか、一つは活字の記録を残そうとしたんです、当時。まあ、年報がありますけど、こういうやつ。こういった、毎年の、これは私はごく少ししかやってない。森田康郎とか知られ善っていうのは頑張って、これはすごかったですよ。よく毎年こんなの作った。しかも作るたびに大きな会場を借りて、なんていうか、発刊記念なんとかなんてやったんだ。で、まあ、最初始めた頃僕が38だから、千春さんも40ちょっとですよ。そういう、お兄ちゃんが上にしては比較的、なんていうか、豪快というか、大風呂敷を広げて、ただやっぱり今でもこの本が残るというのはやっぱりちょっと嬉しいですね。その中にはもう死んじゃった人もいるけれども、で、8巻まで出して、ついに力尽きたっていうか、何かっていうと、だんだんスマホの、だんだん移っていくんですよ。我々はこんなに紙を大事にしたのに、写真とか、それがだんだん、で、大体、パソコンがなかったからね、最初。今でも覚えてますけど、死んだエアロサムが、エアロサム、コンピューターがあれば、こんなに一発でしょ。彼は、すごく丁寧に、新聞の切り抜きやっててくれて、本当に、何しも、細かく切り抜いてた、彼の好きな、アフリカだとか、アジアとか、そういうところも含めて、で、その新聞台だって大変だった彼がそういうことやってて、ぐらぐらぐらっていろんな情報を貼り付けて、で、その一部をこういうところにも活かしてくれて、これは1982年ですけど、この1年の探検冒険の記録を毎年やってたんだから、ね、気の遠くなるような、今はもうコンピューターで、それみんな SNS でもう発信し放題っていうか、っていうのが集まるんですよね。そんなこと知らないで、こういうことをやってた。で、このことで、僕は本当に今と覚えてる。毎回できるために、こんな嬉しいことかと。こういった自分たちの作る、その印刷物ができた。最初は500部でした。それから1000部なり1500部かな。それ以上増えないんだけども、一時は、8巻は3000部すっちゃったかな。もう、強気でしたからね。うん、でも、でもさ、はい。その、年俸の地平線からもそうなんですが、それから、毎月の地平線通信ですよね。はい。この、まあ、当時一番、まあ、年長だった、要するに、まあ、リーダーグループといいますか、それが、宮本千春さん、神戸元彦さん、江本さん、の、大体、まあ、その下に三輪さんなんかいましたけれども、そういう世代の人たちでしたよね。で、その下に若い人たちがまた集まってきて、こういう作業も、はい、やったわけですよね。で、まあ、そこでその、江本さんたち、その年長者がですね、
その若い人たちに、まあ、期待したこと、思ったこと、それから、まあ、一緒になってわーっとやってましたけども、やがて、全員がそう年取っていって、さらにさらに若い人たちがその下に来るようになりましたよね、うんうん、で、そういう時に、江本さんはその、まあ、さっき宮本さんはそこへ来る若い人たちとの真剣勝負のやり取りをしてたんだということを、まあ、おっしゃいましたし、私なんかもそれはよく分かってるんですが、江本さんはどんな感じでその若い人たちと接してましたか？言い方は難しいんだけども、そのさっき言った法政大学、その以前から漢文圏の人なんかそれやって、まあ、私なりの言い方は難しいんだけども、私の好む人間の質っていうのがあるんですよ。質というのは、もうちょっといい日本語があるべきだけども、人間の佇まいっていうかな、そういうものを、全然違う個性なのに、ある共通、あるレベルを持ってる人たち、それをいつも、自分は大したことないけど、その若い世代にはそうなってほしいっていうのはずっとあります。だから、例えば、簡単に言えば、誰を報告者に選ぶのか、毎月。誰に書いてもらう。ね、チェヘゼン通信に、誰に書かせるのかという、昔、宮本千春さんがアルクミルク編集してた時にも同じことがあったと思うんですけども、その辺のことを今、江本さんが中心になってやってるわけですけども、それはなんか基準というか、なんか。うまくいないんだけど、いずれ誰かが作るんだったらそれでまた考えればいいと思うけども、僕はある時期に、一時期、知恵選書って作ったことあるでしょ。まあ、結局やめちゃったけど、あの時もそうだったけど、いろんな議論が起きましたけどね。結局、例えばパラグライダーみたいなもの、あるいはヨットで単独でやるもの、それから宇宙飛行機みたいなもの、それから登山。それから、潜水記録とか、泳ぐとかね。そうしたあらゆるその人間の行為、肉体的行為の全然違うものをどうやって字につけるのよと、その、知恵選手の場合ですよ、例えば。で、それは僕がずっと考えてきたこと。それは新聞記者としてもそうです。つまり、例えば一番手っ取り早いのは、地球何万キロ、何万キロを何日間で走りましたとか、飛びましたとか、あるいは世界で、何番目、初めてか、登りましたとか、そういったその数値で表せるものは、まあ、比較的簡単です。今でもそういうことがほとんどなくなってきて、じゃあ何を歌詞とするのかっていうときに、やっぱり自分の感性というのか、個々の人が持っている感性ですよね。で、例えば、今、いきなり SNS の話になるけど、本当に、下手なとスマホで何とも分かっちゃうんじゃないかね。これで。これを作ってた頃の僕らには想像もできなかった。で、もっと今進んでんじゃないかと思う。僕は最近のコロナウイルス問題で、その人の移動がこれでわかるっていう、その衝撃を受けて、そういうことに。で、中国や韓国やもうどんどん進んでると。ここまで行くかっていう感じを持ってるんですけどね。で、その途中の経過を見ながら知恵選会議をやってきて、とにかく、まあ、さっき言った言い方は難しいんですけど、人間の質ということをずっと考えてるのね。本当に今、仮にそういう言い方してますけど、本当はいい言葉があるはずなの。なんだろうと。やっぱり、さっき、千原さんが言ってた漢文圏の良い文、ああいうものかなって気がするんですよ。同じものはできないにしても。彼が大事に育ててきた、ああいうものが俺にとっても大事だなと。ただそれを今、同じことはできないので、上手に見極めなきゃ、あるいは上手に
後押しするか励ましをする必要があると。それがなかなか伝わりにくいです。パッとこれで弾き出せるものじゃないからね。ただすごい悩みますよ、毎回毎回。そう簡単ではないです。うん、で、前にね、江本さんから聞いた話では、これ、知恵泉会議に登場させるやつも、それから書かせるやつも、俺は本物しか選ばないんだというような話をね、そういう言い方をして。もしかしたらそうです。うん、でね、そこに関わるかどうかわからないんですが、今日のテーマ、もうあんまり時間がないので、そろそろ指名にかかんなきゃいけないんですけれども、以前に、人は誰からどんな影響を受けて、それからやがて、人に今度は、ものを伝える側になったときに、どんなことを思って、どんなふうにするのかと、今日のテーマは、そういった、ことで、お聞きしたかったんですが、千春さんから聞いた言葉で、例えば、取り立てて著名な人、有名な人との出会いとか、なんか華々しいエピソードとか、そういうことじゃなくても、こう、すごく平凡ではあるけれども、振り返れば非常に重要な、いろんな人との出会いの場や、出会いと、その人と場があったと。で、その場の良さにですね、なんか人は知らず知らずの間に、ある方向性を持った人は、育てられていくんじゃないのかという、そうした場とか、なんでしょうね、そうした人の絡みといいますか、そういったものってのは一体何なんだろうと、そこはどうもその、なんか西洋合理主義的なビジネススクールみたいな中での人の育ち方じゃなくてですね、なんかもっと違う、日本の土着的な文化に根ざしたような、なんかそういうものを我々は、一つの装置として、メカニズムとして持ってるんじゃないかと。で、そういったことについて、ちょっと考えていきたいねというお話を伺って、本当にそうだなと。本当は今日はですね、皆さんは本当にもう、日本のその歴史上に残るような方々との出会い、そこから受けたものというのが終わりのはずなんですね。何人か著名な方の名前も出ましたが、例えば、今西欽治さんであるとか、西堀栄三郎さんであるとか、ですね、江本さんにすれば、串田孫一さんであるとか、いろんな人のあれもあったと思うんですが、一方ではそういう有名じゃなくても、本当に、小さな出会い、受け継ぎであってもですね、伝えていかなきゃいけないものがあると。なんか、そういうことが、ってはすごくこう印象が大きくてですね、もう締めなので、お一人ずつですね、ちょっと最後に、これから、今もお二人の周辺に寄ってくる若い人たち、それから、今もいる、そういうこれからも寄ってくるであろう人たちに、どんなことを思って、どんなことを伝えていきたいか、自分はどんな影響を及ぼしたいかと、そういうことをちょっと短い時間で申し訳ないんですが、ちょっとお話しいただけませんでしょうか。千春さん、どうですか。いや、私が面白いなと思ってるのは、要するに少し先輩というくらいの差がある人たちの影響力っていうか、それがとてもよく効いてるよね、役に立ってるよね。で、一番上で、年寄りが見てるっていうのは、これはもうとてもいいことなんです。やっぱり全体が見てて、江本が、本物と、みなしてくれるかどうかっていうのはすごく大事なことなんですけども、江本が直接誰かの指導したり、真剣勝負をして育てたりするっていうのは、実はちょっと生物学的に無理ではないかと。生物学というか、生態学的に無理ではなんじゃないかと。俺がそうすることもやっぱり難しい気がしてます。だから確かに私にはサウジアラビアにたった一人の弟子と言ってもいい男がいて、そいつが今はもう、
百何十万本だか、もっとか、の、植林活動をサウジ人ですけど、やり始めてくれていますけども、とかベトナムで私の仕事を支えてくれてる一番頼りにしてる若い人も、これもある意味で、育てるスタートの部分は、これが多少役に立ったなと思ってる男ですけども、そういうことはありますけども、漢文圏のつながりから、経験から見ても、山岳部の経験から見ても、ちょっと先輩たちが与えてくれる影響力って、磨いてくれる影響力ってすごく大きいんですね。で、逆に、年下のその人たち、例えば岡村であったり、関野であったりっていう人たちが、と真剣に相対しようとする中で、逆にその人たちから教えられることっていうか、鍛えられることっていうのもすごくあるんです。で、そういうことがうまく噛み合うのは、やっぱりちょっと先輩、ちょっと後輩ぐらいの彼が一番強いので、地平線会議の表舞台では、それは、仕掛け、場があんまりないと思うんですけど、まあ、それを何かもう少し、その仕組みを作っていければなという気はしますね。で、それは実際は、例えば岡村は岡村の周りでやってるし、関野は関野の周りでいっぱいやってるし、カイドウ君なんて一緒に曲行ったやつもずっとある意味それにこだわり続けてやってくれてるし、代々受け継いでいくことができるカルチャーだと思ってるんですけど、価値観でありカルチャーだと思ってるんですけど、私もやっぱり、なんか代々受け継いできたものを真似していったに過ぎないとも見ることができる話なんです。そこに希望がありますね。あれ、江本さんも、俺も実は先輩後輩っていうのは好きなんだよなっていうことをおっしゃってますけれども、なんか今の。なんていうか、確かに、地平線で言うと少し年取りすぎてるなって気がちょっとありますね。石原さんの言う通り、もうちょっと間が近い人がいっぱい、ただ、なんだろう、私は若い人、中学生、高校生とも話ができるというか、と思っているというか、そういう部分もあってもいいのかな。でも、チベット学者の定金綾子さんがよく言うんですけども、彼女がその、チベット、ネパールですけども、沖に入ったときに、そこで、まあ、一種の村のための活動をしたときに、若い学生で本当に役に立つ人って言ったときに、よく言う言葉でね、私が一番遠いところにいるんだけども、針金を歯で噛み切れるような人って言うんだよ。それはね、恐ろしいことですけども、私もなんかそんな気がします。できれば、そんな、どうしようもないもいらなくてもいいけども、そういったことはできる。例えば今、豪雨災害で大変な時に、ボランティアに行く人います。で、僕は何回かやっぱりそういう被災地行ったことあるけど、その時にすごく感じるのは、その、針金かどうかしないけど、歯で噛み切れるかどうか。これはね、本当に人間として尊敬する。そういう若い人がいると、本当に嬉しいというか、自分もなんか救われる。で、私たちが何ができるかというと、俺はそういう時行った時は飯先です。飯を何とかすると、その人たちの。あと今、RQ ってやれる活動についてお願いしてるのは、支援、ボランティアのための支援。例えば、5000でも6000でもいいけれども、自分が行けなくても、その人たちを動かすための支援をしようよっていうのが、僕にはあって、それは今、岡村が言ってる地平線の、ありべきとは違うかもしれないけど、僕はその定金さんのセリフがずっと残ってんですよ。できれば、そういう、若者で自分を会いたかったと。で、何も、他の技術だって言うわけですけどね。じいさんが何か言うことじゃないけど、まあでも、
よく話題になっているスーパーボランティアっておじいさん、80歳だよね。尊敬するね、僕、やっぱり素直に。ああいう人。あとね、重機を動かせる人。俺はやっぱりね、ちょっと言い方おかしいかもしれないな。僕は今聞いてること違うかもしれないけれども、やっぱりどっかにそういうものを持ってるからこそ、アラビア行っても、ミャンマー行っても、役に立つ、あるいはモンゴル行っても、それはそんな気がしようがないです。で、それは私がないもんです。ね、若いあれですか、若い人よ、そうあれかしということを願ってる。そうあれかし。そういった上でいるんですよ、やっぱりそういう若者は。で、やっぱりすごくそういう意味で言うと嬉しいし、自分にないものを持ってる。でも、せめて自分は何かできる思いをしようっていうふうには思います。で、今からね、やっぱりどうやって人を支えるかってすごい大きな仕事だと思う。育ても含めていろんな支えがあると思うけれども、前はパイオニアワークというのがすごく大事なことであったし、今も大事なんだけども、同時にそういうことが、まあ、ある程度並行してできる生き方をしてほしいと。それから、ちょっと言い方難しいけど、もう、Facebook 的なもので、こう、わっと広まるから、そのことだけでもしかして熱中しちゃう人生もあるんじゃないかと。そのことが少し心配ですね。つまり、これはやっぱり作ってみろよって言いたいの。わずか500部だけども、こういった、簡単にできないものも一つのチャレンジとしてやってみてほしいと。部数は大してなくてもね、いうような思いがちょっとあります。わかりました。すいません、もう時間がなくてですね、これは一応9時までの予定だったんですが、もう数分しか残ってませんので、お話はまあいくら聞いてももう尽きないと言いますか、それぞれお話なさるともうずっと聞き入ってしまうようなお話ばっかりなんで、まあこれで、打ち切るのはずっと残念なんですけれども、まあ時間がありませんので、今日のところはこれで終わりということにさせていただきたいと思います。で、この後関野先生の方からまだお話があるそうですので、関野さんにお返しをいたします。はい、お二人どうもありがとうございました。はい、どうも。今日はどうもありがとうございました。宮本さんも江本さんも今まで聞いたことない、特に、宮本さん、山の話ってあんまり、身近にいてもっていうか、ね、肩甲骨を折ったっていう、骨折したという話は聞いたことあるんですけども、あまり聞いたことない話を、聞くことができてよかったと思います。実はこの、対談、一週間ぐらい前に頼んだんですね。で、急遽、だから、ちょっと、宮本さんは、私は何もやったことないし、話すことはないとか言って、断ろうかと思ったと言われてたんですけども、確かに無理なお願いでした。で、多分最初言った、若い時に誰から、感化を受けて、そして、どういう人たちをどういうふうに育っていきたいかというのを、例えば自分に聞かれたら、いきなり聞かれてもしょ、そんな何しかくれよっていう、なってるんですけども、さっき私が最初言った質問は、今見たら5日前にお二人に、提示したんですね。うん、だから本当に、まあ準備不足で僕、こういうことを やりながら、いつも準備不足なんです。こんな準備不足の、初めてなんですね。本当に急遽で、申し訳ありませんでした。それで、私なんかはアマゾンのヤノマミという、はい、先住民と長く付き合ってるんですけども、彼らはシャボの大円形家屋に住んでいて。100人から150人なんですが、150人超えると、だんだんこう内部の緊張が高まるんですね。で、200人で、もう分裂します。うん、で、これは、近親憎悪なんで、
分かれたら敵対するんですね。うん、で、この、ですから、150人が一番いいんですね。で、この150人っていう人数が面白くて、私は、大体最終資料を、なりわいとしている人たちが150以上にならないんですね。それは、アフリカでもそうだっていう、山際さん、ゴリラの山際さんは言ってるんですけども、で、二人でそういう150って数に気があって、じゃあなんだろう150人っていうと、現代において、ずっと山際さんが、それはきっと年賀状を真摯にこう、要するに政治家なんか3000枚とか、出すことがあるけども、我々にとっては、山際さんもそういった年賀状をちゃんと相手の気持ちの、どんなことを考えているか分かるような人たち。その数、まあ、いっぱい出す人も仕事でいるけどもそうではなくて、まあ、一生付き合っている中で150っていう数は、必要ではないか。僕は、そういうことを思うと、例えば何かやるときに、特定多数に、稽古されるというよりも、不特定じゃなくて、特定多数、150人ですね。のぐらいの人に、特にその中でも、まあ、また絞られるかもしれないけど、に評価されたい。だからそれは、決して名のある人とかではなくて、自分が付き合っていて、信用できる人、あるいは、この人はこういうかもしれない。この人に、評価されたい。そういう人数で、そうすると、自分にとって150人って誰だろうって考えるんですね。そうすると、ここにいる3人の、宮本さん、猪瀬さん、岡本さんなんかは、本当に今まで影響を受けてきたし、で、そういうふうに、こう、行くと100人って誰だろうっていうふうに考え、各自の150人って、まあ、150人じゃなくて10っていう人もいるかもしれない。500っていう人もいるかもしれないけど、それぞれの特定多数っていると思うんですね。で、そういうふうに、僕は、最近は思うようになってきました。まあ、勝手に最後に、感想を言ったんですけども、それで、今日は本当に、ありがとうございました。それで、今月はオンラインだから、実は簡単に、簡単だから急に頼んじゃうこともあるんですけども、あと、今月がですね、3本、4本。で、あさって、実は、これは私が一人で喋る、写真で見る、極限の民族ということで、中米ですね。まあ、ガテマラを中心に、まあ、パート3なんで、中米の。で、まあ、ガテマラを中心に、ニカラグア、エルサルバドル。で、その後がすぐに来週の火曜日、何日か、21か、なんかに、長倉ひろみと、中米のまとめ、からエルサルバドルにずっと、展覧の時にも行って、その時子供だった子はもう、母親になってるんですね。それをずっとかけてるんですけども、まあ、二人で対談して中米の外論をやろうということになっていて、その後はですね、あれ？なんか忘れちゃったけども、あ、でも30日に、人はなぜ走るのかっていうのがあります。これは宮和さん、二上くんって、こう、今、新しく、出てきた子。それから、上村の中山さん。それから、ドーバー海峡海で、まあ、若い頃、泳いで渡った、なんだっけ。大貫。大貫、英子さん。もう一人、
オートバイもやってる。つぼいくん？北米をランした。つぼいくん。あ、つぼい慎吾くん。その5人で、投げ、実はなぜ歩くのか、なぜ走るのか、なぜ歩くのか、歩くの僕一人になっちゃったんで読めました。で、その他に、その週の火曜日に、松本夏樹さんっていう、映画を一人で、一からカヌー作るとか、一からカレーライス作るってやってきたんで、その人は一から映画を作る。作れる活弁からずっとやってきた人ですけども、錬金術もやっていて、非常にむさびの非常勤二十何年という、もうとや、僕と同じぐらいで辞めちゃったんですけども、その人に、医学の歴史ですね。それから、それはもう当然、感染症との、戦いの歴史でもあるわけですけども、そういう、まあ、とにかく知識の、ヨーロッパ中心ですけども、知識のある人と、僕よりちょっと若いぐらいですけども、方と話すのと、もう一個あってよね。あ、話しちゃいけないんだ、君。もう一人なんだっけ？いや、なんかあったんですけど、をやりますので、で、8月からは、実は新しいシリーズをやろうと思っています。これは、知恵泉会議、漢文研とちょっとつながりがあるんですけども、こう事務局の方からも、なんか新しいシリーズを、若い人も来るようなのやってよって言われて、実は、現代の冒険者たち。で、いわゆる、狭い意味での冒険探検もやっていくんですけども、その他の分野でも、フロンティアを目指してパイオニアになっている人を、だいたい今回と同じように2人ぐらいずつ、まあ、海から山から、極地から、いろんな人、多分、今聞いてる人たちの中からも、頼むかもしれませんが、ずっと、まあ、多分、10回か20回か、ずっとしばらく続く。オンラインでやりやすいんですね。というのは、そういう人たちで優れた人は、北海道にいたり、中国地方にいたりとか、東北にいたりとか散らばっているけど、オンラインの良いところは何かというと、実は南米でもいいんです。住んでる人でも。うん、この前やったんですけど、ペルーの人と。で、それが、メリットです。ですから、いろんな人が登場すると思いますけども、いつまでこのオンラインが続くか、できたらやっぱりみんなで集まって話したいんですね。なんかこう、コートの上からかゆいの書いてるような感じがするんです。こうオンラインっていうのは。やっぱり直に面と向かって喋る。というのと、オンラインかなり違う。今日、実はご参加と初めてだったんですね、オンラインが。びっくりしましたけども。で、やっぱりなんかコートの上から書いてるような感じしませんでしたか、と思うんです。だから、いつ会場が使えるかわからない状態なので、しばらくオンラインが続くと思いますが、今日視聴してくれた方が140人近くいるんですけども、今後もお付き合い願いたいと思います。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございます。これでお会いしさせていただきます。はい、どうも宮本さん、江本さん、岡村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。